男とやり取りしてて、それを聞いてもはっきり答えてくれなかったんで。だいぶ密着してるで。行くわ。誰と会ってたか言えよ。彼女。彼女。足が出る。ほんまに知らない。ほんまに知らないんですか。ほんま知らない。申し訳ない。はいどうも、ジャックボットです。今回ちょっとイライスさんに来てもらってるんですけど、以前からちょっと DM のやり取りをさせてもらってて、相談内容とともにちょっと説明してもらいたいんですけど、結婚されてるんですよね。してます。奥さんのまあちょっとあの浮気を疑ってっていう感じなんですけど、まあどういうところからっていうのはありますかね。半年ぐらい前からよそよそしい感じというか、誰と LINE してるのって聞いてもなんかはぐらかされたりとかしてる感じがあって、で一回 LINE 見たら男とやり取りしてて、それを聞いてもはっきり答えてくれなかったんで、なんか怪しいことやってるなっていう感じで、で今日友達と遊びに行くって言ってたんですけど、まあ、LINE 見たらやっぱその男とだったんで、まあ、怪しいなって。前日からあの今日の日程を分かってたんで合流させてもらって、依頼内容で言ったらまあ尾行してどういう風な動きを取るかっていうのを見たいってことですよね。そうです。もし例えばそういうあの不貞行為とかそういう風に当たるところに行ったりとかっていう時は突撃をしたいっていう感じでいるんですかね。てかもう会った瞬間に行きたいですけどね。あ、そのなんか違う男性と会われてる。そうですね。その時点でもう黒じゃないですか。でもその段階でやったら正直不利じゃないですけど、不倫かどうかっていうのまではその確証づけないんで、まあ、僕たちもちょっと仲介に入りづらいっていうか。なるほど。だからまあそこちょっと抑えてもらって、今日あの尾行させてもらうんで、ほぼほぼ黒だとは思うんですけど、男性の人と会うっていうラインを見てるんで、もしかしたら違う可能性もあるし、とりあえず合流してからどういう動きを取るのかっていうのをまず見て、そこから考えるって感じで大丈夫ですかね。わかりました。今日とりあえず奥さんがまあ家を出る時間と男性と会ってるっていうのはまあラインを見て分かってると思うん で、まあ何か怪しい行為とかがあったらそこでまあ突撃するっていう形でも大丈夫ですか。はい。尾行していきたいんですけど、まあ多分あの旦那さんおったらまあバレたらダメなんで、カメラマンの子にあのちょっと尾行してもらうんで、それであの僕たちちょっと情報を聞きながら何か怪しい行動を取ったら随時連絡が取れるんで、という形で大丈夫ですかね。はい。じゃあそれでお願いします。はい。あれですね、出てきました。ついていきます。あ、もしもし、今出た、今ちょっと家出たみたいなんで、あ、じゃあもうそのままあのつけていっといて。うん、もしもし、今駅降りたわ、そのままついていくわ。やばいやばいやばい、合流します。もしもし、シンリー、今合流したわ。だいぶ密着してるで。行くわ。うん、そのまま今合流したみたいなんで、一旦とりあえずあのつけてもらいます。ご飯屋さんに入るっぽいです。もしもし、シンリー出てきたわ、とりあえずついていくわ。うん、一応駅の方に向かってる、さっき来たとこ戻ってる。帰りそうやで。もしもし、シンリー、これ多分あの解散するな。あ、もう解散するっぽい。オッケー。あ、じゃあもうすぐ行くわ。うん、解散するっぽいんで男性の方僕ら追いかけましょうか。それもう僕行ったらダメなんですか。一旦ちょっとまだ待ってほしいですね。わかりました。そのまま奥さんの方じゃ一回、うん、行ってほしい。ほんで男性の方ダッシュで俺ら行くわ。うん、もう近くおるから。うん、はい、すぐ行く。行きましょうか。
多分あれっすね、あの曲がった人っすすいません。誰と会った状況だけ説明させてもらいたいんですけど、今会ってた彼女さんが奥さんなんですよ。ほんまに知らないんですか？証拠じゃないけど、なんかの連絡のやり取りとか見せたりできますか？そうです、まあ、奥さんなんで一応不倫になっちゃうんで、ほんまにあのお兄さんが言われてなくお付き合いされてたんやったら、とりあえずそれでまたちょっと話が変わってくるんで、ほんまに知ってるか知ってないかっていうのだけ知らないんですけど。見せろじゃん。心理場所だけ移動する。ちょっと場所だけじゃあ移動して、ちょっと時間いきますか。さっきも聞いたんですけど、付き合ってるんですか？付き合ってるわけではないですけど。セフレってこと？言い方悪いですけど、そうなんですよ。まあ、今回ちょっとあの離婚させてもらってて、奥さんの方でさっきまあ合流したところからご飯行ったところまで全部見させてもらってるんですけど、事情を聞こうかなっていうので、で実際に奥さんの方からは結婚されてることとかは聞かされてないってことなんですか？まあそうです。それはもう間違いないですか？そこで結構変わってくるんで。いや、本当に間違いないです。で別に悪気があってやってたわけではないです。 LINE 見せる。ちょっとそこが一番信用ポイントになると思うんで、じゃあ LINE のやり取りとかで結婚してるのを知ってるのかとか、まあ、そういうのがなかったらいいですか？そうっす。旦那さんこれ、まあでも結婚してるとかは何も言ってないですね。そうです。まあ僕の見方で言ったら、やっぱ奥さんが、まあ、不倫してて騙されてた側なんで、まあ、もちろんダメなんですけど、まあ、被害者っちゃ、まあ、被害者ではないでしょ。もちろん旦那さんの気持ちも分かるんですけど、ほんまに知らなかったんですよね。次がなければですよ、見つけて。結婚されてるっていうことなんで、今後一切連絡のやり取りとかあったりとかはないような状態にしてもらって、言い方悪いですけど不貞行為みたいなこともあったんですよね、もちろん。そうですね、はい。まあ、奥さん自体はやっぱ不倫してたんはしてたんで、ただ今のところ確信といえば確信っていう、まあ、こちら側の証言しかないんで、ただただ奥さんがシンプルに騙して不倫してっていう感じなんで、まあ、旦那さん的にどうしたいですか？奥さんに今から例えば言いに行ってもいいですし。いや、あいつが結局どうしたいのか知りたい感じですね。まあ、気持ちの面とかってことですか？そうですね。ああ、なるほど。別れたいんだったらその別れてもいいし、はい、こっち行けばいいじゃんって感じなんで。じゃあもしいいんであれば、協力もしあれやったらしてもらえますか？もう一度ちょっと会う機会だけ設けさせてもらって、そこで会話の内容とかも聞いて、でそこからまあ直接話してもいいですし、もう一回ちょっと会わないといけないことになるんですけど、それでもいいですか？そういう形でも。じゃないと多分直接は聞き出せないと思うんで、旦那さんから奥さんに問い詰めても今正直な気持ちって多分出るかどうか分かんないんですけど。分かりました。確かめられるのか。そうです。会う、また口実作ってもらって協力してもらっていいですかね？分かりました。はい、はい、僕も騙されてたっていうとつまりなんですけど、まあ、どう思ってるかっていうのは知りたいんで、できる限りはさせていただきます。それでいいですかね？はい、でちょっと後日になるんですけど、そういう形で、もちろんなんですけど奥さんには一切何も言わずに、次会う時までは、まあ、今まで通りで連絡はじゃあ一切取らへんようにしてもらって、で僕の捨て LINE あるんで、はい、そっちの LINE で LINE 変わったっていう風にやって、そっからもう俺が連絡やり取りして、そう、奥さんの LINE と、はい、で電話番号消してもらって、ブロックしてもらって、今今です、はい、で僕旦那さんから奥さんの LINE 聞いて、そっからやり取りする。ここはもう接触せえへんようにして、はい、で今日はもうそのままモニタリングして、
不倫相手の男性の方とも連絡取ってて、そっちの家を入らせてもらうことを可能っていうことなん でそこで先にちょっとカメラだけセッティングさせてもらって、でも今ちょっとデート行ってもらってる状態なん で最終的にあの家に帰ってきてっていう感じで、そこをちょっとモニタリングさせてもらって、でまあどっかで突入するっていう形で大丈夫ですかね。心境的にはちょっと辛いかもしれないですけど、まあ現状しっかり受け止めて、まあ言いたいことを言ってっていうのをしっかりできたらなと思うんで、お願いします。お願いします。でそんな感じでちょっとあのモニタリングしていきます。手で持ってね。着いたな。何か食べたのある？なんか、うん、酒飲めるだけ。ああ、居酒屋的なとこ探す。ねえ、何やろ、一人とかでいい？あ、全然いい。まあ、ちょっと飲みすぎちゃう？うん、絶対いつも飲んでるよ。うん、まだ5、5、5 絶対5やん。どうでもいいやん。ぐらい、今日10ぐらい飲んでた。あ、2杯しか飲んでないね。残ったら飲んないんだよ。いやいやいや、知ってるやん、酒弱いやん。え、今からやから。いや、全然やん。もうそっと行こうやん。え、もう行く。おー、いや、だいぶ飲んだった。飲みすぎやって。もういつもそうやんか。私、パジャス。いいよ。いいよ。なんでやねん、歩かれへんだよ。奥さんがちょっと舐めてるな、これ。行っていいですか。舐めてるでしょ、これ。行きますか。そう、行きますか。手出したか。飲みません。結局のところどうなんですか。家族が大事なんか、自分の寂しさを埋めてくれる人が大事なんか。浮気するのにも理由がある。長くてもそんなちゃうねん。私だけが悪いっていうのはおかしい。お前だけで悪いと僕は思って。え、その自分が結婚してたことは言ってるんですか。言ってます。いや、聞いてないです。あ、正直に言えよ。どっち